今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。相田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日から9月ですが、相田さんにとって9月になったからって何か変わるものってのありますか？特にはないですけどね、ただ野球をやるときに少し暑さが収まってくるのでやりやすくなりますね。日中の最高気温はね、猛暑35度以上相変わらずなんですが、朝晩はやっぱりどうですか？若干違うんですか？やっぱりあの朝はちょっと涼しくなりましたね。そうですか、はい、これはやはりね、早朝野球をやっている相田さんが分かることなんですね、さて今日9月1日は、関東大震災から100年を迎える日です。明治以降の自然災害で、最も多い、およそ10万5000人が犠牲となった関東大震災、今日9月1日発生から100年となります。で、関東大震災、1923年9月1日午前11時58分相模湾の北西部で起きて、これはあの相模トラフというところで起きたと言われてますが、首都圏は震度7もしくは震度6強相当の揺れに見舞われたといいます。で、東京や横浜では大規模火災が起きて、死者行方不明者のおよそ9割が、焼死しています。で、経済被害は当時の国家予算のおよそ4倍およそ55億円に上りました。関東大震災について読売新聞は、近代化した首都圏を襲った初めての大地震で都市防災の在り方を見直すきっかけとなったと報じています。関東大震災から今日で100年なんですね。こちらもう少し詳しくお伝えするならば、先ほどこの9割が焼死というふうにお伝えしました。これご存知の方多いかと思うんですが、墨田区この被服廠跡というですね、工場の跡地のようなところに多くの方が避難したわけですね。そこに四方から火がこう来ました。ということはその他のところにこう逃げることもほぼできなくなっちゃった。で、折からこの台風の影響で強風も吹いていた。あと先ほど言った通りお昼前に起きたんですね。これ土曜日と聞いているんですけれども、このお昼ご飯のこの支度で、当時はですね、ガス、今だったらこの大きな揺れだったら自動的にガスも切れるんですけれども、止まるんですが、あの頃炭火ですから、もうこれに家がこう崩れてというか、この倒れて、で火がついてという、そして強い風、この被服廠跡はですね、火災旋風という、一種の竜巻のようなものがこの熱だなんだで起きたというんです。そして、この地域だけで、4万人とも言われる方が、亡くなったというふうに言われております。火災旋風というのも恐ろしいですね。あとこれ結構言われてないところではあります。大部分が焼死で亡くなったということなんですが、これ相模トラフというところで起きてますから、津波も起きてるんですね。関東静岡大津波、これがあって、静岡の熱海では12メートル、千葉の館山では9メートルに達したということです。いや、相田さん、今回で100年ということのこの節目でもありまして、何かこれまで見聞きしなかったようなこの関東大震災のこの記録というのがいろいろと伝えられてますよね。そうですね、相田さんはこの関東大震災から改めてどんなことをお感じですか？祖父から、関東大震災のことはかなりよく聞いていたんですけれども、やはりこう震災というのはあまりこう実感が、ありませんでした、ただ東日本大震災で、都市機能がこう混乱、したこともあり、ようやくこう、震災について、実感を持ってこう、備えをするようになりました。5時台にもお伝えしたんですけれども、この、命は無事だったというところでも、その後困ったのが、結構大きく分けて3つあって、まず家族と離れ離れで連絡が取れない、今もですね、この一時的にこの電話回線なんかが集中して連絡がつきにくいなんて言われてますが、今伝言ダイヤルみたいな災害伝言ダイヤルという171というのがありまして、ウェブ版でもありますし、その他の流言ですよね、デマ、これも当時もあって、それこそ殺傷事件もあったと、東日本大震災の時もですね、こういうこのデマというのは結構流れましたしね、いろいろとこの考慮しなくてはいけない。あとはそうですね、
このやはりこの慌ててしまうっていうのが一番大きいようでして、はい、どうしても不安になりますよね。そうですね、不安になりますね。そうするとこれ冷静な時だったら明らかに嘘だろうっていうようなことももしかしたらあるかもしれないよねっていうようなことになってきますんでね、まあ、このあたりは日頃からしっかりとあれと思ってもう一回冷静にと思う気持ちも大切かと思います。そしてですね、こういうニュースも入ってますね。関東大震災から100年となるのに先立って民間調査会社のインテージというところが災害への備えに関する調査結果を公表しました。この調査で地震を不安に思う人は8割、ただ災害への備えをしていない人は4割だったことが分かりました。自然災害や感染症、テロなど10の項目についてとても不安から全く不安でないまで7段階で尋ねたといいます。で、不安と答えた回答が 85%、 最も多かったのが地震でした。で、次いで猛暑が 82%、 集中豪雨、大雨暴風が 79%、 家庭での災害への備えは何らかの対策をしているが 47%、 していないが 41% でした。で、家族構成別で見ると単身世帯ではしていないが 68%、 また災害への備えのトップ水でした。相田さん、地震への備えというのは何かされてますか？はい、やはり、水、食料などの防災用品は、備えています。はい、ただ、気づくと、消費期限が切れてしまっているということがよくあるので、これ毎年9月1日は、そういう防災用品を、見直す、とてもいい機会になっています。そうですね、ローリングストックなんてね、いう言われ方がありまして、この賞味期限を気にしながら賞味期限近づいたものを食べて、でまた新たに補充しておくっていうのが結構いいやり方だなんて聞いてますけれども、あとはその他地震への備えっていうのは何かされてますか？やはり家族がどこで集まるのかとか、そういうのは決めてますね。それ大事ですからね。今も言った通り連絡手段とか、あとはその連絡も取れなかった時には、そのどこに集まりましょうですとか、そういったものも大事ですし、あと二次災害というのも一つ注意されてまして、これは東日本大震災で、都心を思い浮かべていただくと分かるんですが、家に帰ろうとするんですよね。そうすると、はい、それ気持ちは分かります。だけれどもみんなが同じ気持ちになると、東日本大震災の夜もこの浜松町界隈って人がたくさん出ていて、もうコンビニの食べるもののとこはもうからっなって、で渋滞も起きているというそんな状況で、でこれがまた将棋倒しになったりだとか、その二次災害につながりかねないということで、今この地方自治体というか観光庁はですね、すぐに家へは帰らない、こういうことを呼びかけています。ですからこれも改めてこの頭に入れておいていただければと思いますね。先ほどおじいさんから関東大震災のことを、よく聞いたということ、おじいさんはそうする怪我もされずに？そうですね、ただ、材木屋だったので、はい、材木が倒れて、働いている人が、下敷きになりそうなことあったみたいですね。危険だったということの、はい、でも火事はじゃあ火事は起きなかった、幸いにも。よかったんです。材木屋さんだったんですね。とにかく節目で、いろいろとこう考えておくきっかけにはなりますので、ただこの関東大震災と同じ地震が来るとは限りませんでしてね、今心配されているのはこの東京近辺だと首都直下地震ですから、これは直下型っていうと阪神淡路大震災と同じような感じになりますので、これはこれで、いろいろと考えなくてはいけない問題です。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 XQTwitter はハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻6時10分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻6時14分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ニュースピックアップこちら、産経新聞、最低賃金2030年代半ばまでに1500円、価格転嫁へ指針。政府は昨日新しい資本主義実現会議を開き、賃上げの流れを来年以降も持続していくための方策について議論を開始しました。
岸田総理は最低賃金の新たな目標として2030年代半ばまでに全国平均が1500円となることを目指すと話しました。最低賃金については2023年度の全国平均が1004円と初めて1000円台に到達、これまで目標としていた1000円台に到達したことから今後の最低賃金の引き上げ方針が課題となっていました。ただ今年度の最低賃金は43円増しと過去最大の伸び幅です。10年程度で500円もの引き上げを実施するとすれば今年度と同じ水準の引き上げを続ける必要があり、経営側の反発は必至と見られています。2030年代半ばまでに全国平均が1500円となる、この最低賃金目標、この最低賃金の新たな目標ですが、これは相田さんはどう受け止めてますか？はい、2023年度の、1004円から、2030年代半ば、までに1500円ですから、はい、年率 3% ぐらいの、上昇になります、はい。現在日銀の物価上昇率の目標が 2% ですから、はい、3% ぐらい賃金が上がるというのはこれ当たり前でして、目標というほどのものでもなく、ある意味当たり前の経済状況に、していこうということだと思います、はい。でこの最低賃金の新たな目標を受けて日経新聞は中小企業を中心に賃上げの余力が乏しくなっている、価格転嫁などがしやすい環境を整え中小企業の生産性を一段と強める必要がある、こういうふうに指摘しています。この指摘いかがですか？はい、当然ながらこの最低賃金が年率で 3% を拡大していくということはやはり需要も 3% 拡大して、ビジネスもしっかりしていかなければいけないということになります、ということはしっかり需要が 3% 拡大する状況を作れるのか、はい、そして2030年代になりますとその 3% の需要の拡大に供給がついていけるか、ということは供給もしっかり 3% を拡大できるような生産性の上昇があるかどうかというのが、後半には問題になってくるということだと思います、相田さん考えるにこの目標に必要なものは何ですか？まずは、財政の拡大で需要をしっかり 3% を毎年拡大するという状況を作ること、そして後半には供給が必要ですから需要の拡大とともに、投資を拡大してその投資が供給の拡大を、につながるように、政府もしっかり成長投資を増やすことだと思います、はい。今このままでいけますか？今のところはいけると思うんですけれども、日銀が拙速に利上げをしてしまったり、また財政赤字が問題だといって緊縮財政をしてしまうと需要自体が 3% 持続的に拡大しませんので、到達ができなくなってしまうので、今の、金融緩和と、財政の、拡大、こういうポリシーミックスは継続する必要があると思います、はい。続いてはこちら、朝日新聞。水産支援策来週初めに。東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出に反発する中国が日本の水産物を全面禁輸したことを受け、岸田総理は中国への輸出依存を減らすために新たな支援を行うと発表しました。風評対策などに充てるために設置した、合わせて800億円の基金への積み増しにも言及しました。岸田総理、中国の禁輸措置によりホタテなどの水産物のこの産地に影響が出る可能性に触れ、この国内加工をですね増やすためのホタテの殻むき機の導入ですとか人員確保、海外への販路のですね開拓などを支援すると表明しています。これまでこのホタテは殻付きで全部中国に送って、で中国で殻むいて、そこからということをやっていたんですが、今回はこのホタテの殻むき機国内で行わざるを得ないわけですから、こういったところを考えていると。西村経済産業大臣と野村農水大臣に来週初めまでに支援策のパッケージを取りまとめるよう指示しました。岸田総理は予備費の活用も含め機動的に予算の確保を行い早急に実行に移していくと強調しました。風評被害などの対策、これについてはどうでしょうか？はい、これほどの基金があれば安心というぐらいの、額をしっかり積む必要があると思います、特に、農産物、日本の農産物の輸出品目の最大のものがホタテですので、農水産物、国内の、加工を、しっかりできるような、体制を、政府の、成長投資という意味でもしっかりやる必要があると思います、はい。
時刻6時20分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ドイツ政府は30日、低迷する経済のテコ入れを図るため、環境投資などを進める中小企業への減税を柱とする経済対策を決めました。減税によって企業の国内投資を促して景気浮揚につなげたいと考えたということですね。減税は企業が気候変動対策や研究開発などに投資するのにあたって税制優遇するものです。政府は年70億ユーロ、およそ1兆1000億円規模の減税になるとしています。減税規模は2028年までで320億ユーロ、およそ5兆円です。ドイツ経済、去年10月から12月以降2四半期連続のマイナス成長、今年4月から6月期もゼロ成長と低迷しています。 IMF 国際通貨基金の最新の予想を見ると、ドイツの今年の成長率マイナス 0.3% と主要7カ国 G7 で唯一マイナス成長になる見込みです。で、このドイツの経済の低迷のですね、この背景にはロシアによるウクライナの侵攻、これを受けたエネルギー価格の高騰などがあります。ドイツ企業の間ではコスト増から国内への投資を控える動きが出ていました。ドイツショルツ首相は30日の閣議後の記者会見で、これらの措置で大きな成長に貢献し、企業が今投資を行うことを後押ししたいと話しています。相田さん、まずはこのドイツ経済の現状、これはどうご覧になってますか？はい、ドイツは、メルケル前首相の、リーダーシップによって、国内の需要の低迷を、中国への輸出の拡大で、補って、はい、そしてエネルギーの、供給に関してはロシアの依存を高めるという、戦略を取っていました。そして、中国とロシアのとの関係が悪化してますので、このメルケル前首相の、方針は失敗をしたと。これが、国内経済の、低迷の大きな原因になっていると思われます。はい、で、この低迷する経済のテコ入れにこの減税ということなんです。これはどうでしょう？はい、やはり国内の需要を拡大しなければいけないということに、しっかり気づき始めて、投資を、促進する、減税という結論になったんだと思います。国内の需要も、低迷して外にも依存できないとすると、ドイツの強みである、製造業の投資が衰えて、それが競争力の低下につながってしまうので、相当の危機感があったんだと思われます。ただですね、環境投資などを進める中小企業への減税、こう少しある意味限定的ではあるんですけど、このあたりはいかがですか？はい、やはりまず、ドイツというのは、財政収支へのこだわりというのがとても強い、黒字のこだわりというのがとても強い国ですので、やはり、気候変動ですとか研究開発という、理由をつけないと、なかなかこう大規模な減税というのはやりにくかったのかと思います。なるほど、そういう理由で一応限定してるよというところが推測されると、そうなってくると、これ日本では減税どうですか？これは、なぜか、日本は、財政政策は、いろいろなガラパゴスルールを抱えてまして、その一つのガラパゴスルールというのは、単年度の、税収中立というものです。単年度でどこか、減税をするのであれば、どこか、増税をして中立にしなければいけない。これを単年度でやらなきゃいけないという、理由があるので、やはり増税、することはなかなか難しいので、減税もできないということになっているんだと思います。しかし、日本も5兆円程度の減税をやるべきだと思います。5兆円というのは、ちょうど消費税の 2% 弱ぐらいの水準ですので、消費税を 2% 引き下げると。そしてこの 2% の部分というのは、社会保障を、賄うのではなくて、過去の借金の返済に回っているもので、いらないものなんですね。将来の高齢化に備えるための 2% の部分なので、この 2% の部分というのは今いらないわけですから、減税して、経済を支える、国民を支えるべきだと思います。これあのドイツが減税したんだからっていうところで、何か野党としても与党を責めてもらいたいところでありますね。そうですね、大体、ドイツの、財政のやり方を見習えというのが、よく言われる話ですので、あのドイツでさえ5兆円減税したわけですから、日本も減税してほしいと思います。また後ほどお話聞きます。
時刻6時40分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。セブン&アイホールディングス傘下の百貨店そごう・西武をアメリカの投資ファンドへ今日付けで売却することを正式発表しました。これに反発して昨日そごう・西武の労働組合がストライキを実施して西武池袋本店が終日休業となりました。アメリカの投資ファンドは家電量販大手のヨドバシホールディングスに対してそごう・西武が保有する池袋本店の土地などを3000億円弱で売却することが判明しています。大手百貨店のストは1962年の阪神百貨店以来61年ぶり。ストには普段はライバルである他の百貨店の労働組合も参加しました。それだけ今回のことは他人事ではないということなんですが、百貨店の存在価値、その移り変わりも含めて相田さん、これはどうご覧になりますか？はい、人手不足によりまして、労働者の交渉力が強まっている象徴だったと思います。はい、企業は、コストの削減を、人件費の、抑制でに求めてきました。はい、しかし今は人手不足ということですから、今後は、投資による生産性の向上によって、コストを削減していかなければいけないということになります。はい、となるとこれまでよりも、企業の経営者さんの、力量が問われる時代になってきていると。となると、百貨店の存在価値をいかにこの投資で高めていくのか、という、大きな舵を切る場面に来ているんだと思います。はい、今回ロースはですね、この売却に反対、これはしていないんですけども、百貨店の売り場、これが縮小するとするならば働く場所がなくなる恐れがある、こういう主張をしていました。で、じゃあ今回この経営陣が売却を急いだのは、百貨店事業が年々厳しさを増す中で再建が後手にこの回って追い込まれていたとも言われています。この他の百貨店大手では、百貨店事業をやめて高立地の店舗を貸し出す不動産事業へ転じて業績を回復させていたわけなんですが、セブン&アイは対応が遅れていたと。で、大株主のアメリカの投資ファンドから百貨店事業を切り離すよう提案されて、今年の株主総会でこのですね、反対票などが投じられていたといいます。で、じゃあそごう・西武今後どうなるのかということなんですが、西武池袋本店の土地などはそごう・西武を買収するフォートレスというところが家電量販大手のこのヨドバシホールディングスに売却する見通しで、ヨドバシはそごう・西武のこの全国10店舗のうち池袋本店など3店舗への出店、これを計画しています。で、企業買収に詳しい専門家は、フォートレスはリストラ投資で有名なファンド、業績が上がり価値が高まったら売り抜けて利益を出して終わりという可能性もあると、そごう・西武の解体、これを予期しているという、こういう指摘もあるんですね。この企業統治に詳しい専門家はこう言ってます。利益優先で従業員や労組、地元などへの丁寧な説明が不十分で、社会的影響力のある会社が、こうしたやり方をしたのは疑問が残る、こういうふうにも言っているということです。さあ、それではですね、ここからは相田さんにこのテーマで話を聞きます。円の実力53年ぶり低水準。日経新聞によりますと、円の実力が下がっていて、ドルやユーロなど様々な通貨に対する円の総合的な購買力を示す指標は53年ぶりの低水準に沈んでいると言います。で、要因はデフレや金融緩和、円の実力は実質実効為替レートに現れると。様々な通貨の相対的な価値を物価変動と貿易量などを考慮して算出したものです。で、日銀によると、この最新の7月のレートは 74.31 と1970年9月以降の最低値をつけた去年の10月の 73.7 の水準にほぼ並んだといいます。1ドル360円の固定相場制だった時代と同じ水準だと。物価が伸び悩んでいるほか、日銀の金融緩和による円安進行が影響しているといいます。この円の実力が下がっていると日経新聞伝えているんですが、相田さんもこれはどう思われますか？
はい、確かに円安によって、同じ海外の商品、まあ、サービスを、まあ、買う値段が、まあ、上昇してしまうことで、まあ、円の実力が、まあ、下がっているという表現が使われます、はい、まあ、しかし円安によりまして、日本の商品サービスが海外に向けて売りやすくなりまして、はい、まあ、経済の体力が回復し、所得が増加するのであれば、まあ、円の実力が下がることは、ポジティブです。あ、はい、まあ、実際に円安によりまして輸出産業の回復が進んでいます、まあ、コストが上昇する負担分は、まあ、所得が十分に上がるまでは、まあ、財政政策で支えれば良いと考えます、はい、まあ、ですからこの一方を見るんじゃなくてトータルで円を考えなくてはいけない、はい、ということなんですね、はい、でこの購買力低下の影響が目立つのが輸入です。円ベースの輸入の物価指数、これを見ると前の年に比べて下落に転じたものの、円安が本格化する前の21年末と比較するとなお1割高いと言います。ガソリン高などエネルギー価格に加えて食品やこの飲み物ですね、飲料価格の上昇が目立っています。円相場が1ドル145円前後で推移した場合の1世帯あたりの負担増は22年度以降の2年間で全部で18万8千円合わせて18万8千円となる見通しです。円の実質実効レートが最も高かったのが1995年の4月、当時と比べて円の購買力6割下がっていると見ています。およそ30年間デフレから抜け出せなかったためで円は主要通貨でどっぽ安になっているという、まあ、こういう指摘なんですが、相田さん、このあたりはいかがでしょうか。はい、欧米の中央銀行は、極めて強いこのインフレを抑制するために、まあ、利上げをして金融引き締めをしています、はい、一方日本の物価上昇率は、まあ、海外要因 この輸入物価の上昇の影響を除きますと、はい、まだ日銀の 2% の物価目標を下回る、まあ、トレンドでありまして、はい、まあ、日銀は、まあ、金融緩和を継続しています、まあ、その結果円が、まあ、どっぽ安になってます、はい、1985年にプラザ合意によってドル円は240円程度から140円程度まで一気に急激に円高が進行しまして、まあ、経済の重い負担となりました、まあ、今回は逆でして、はい、まあ、この円安はグローバルに容認されたもので逆プラザ合意だと言えます、はい、この逆プラザ合意の円安を、まあ、賃金上昇を伴うデフレ構造不況脱却の、まあ、好機とすべきだと思います。好機だということなんですね、はい、ところでマクドナルド のビッグマック指数というのがよく耳にするかと思います、まあ、これは、マクドナルドのビッグマックの価格を比較して各通貨の実力を測る、まあ、これをビッグマック指数と呼んでいますが、日本の足元の価格は1個450円、95年4月と比べて 15% の値上がりにとどまっています。一方アメリカは 2.4 倍の1個 5.58 ドルまで上昇しています。相田さん、この違いはどう感じですか。はい、購買力の比較には消費者物価と為替レートが使われます、はい、まあ、しかし消費者物価の品目ごとのウェイトが違ったり、同じカテゴリーでも品質に違いがあるなど、まあ、単純比較はまあできません、はい、まあ、よってこう同一性の高い商品同士の価格を比較するため、まあ、各国によって大きな差のないビッグマックが使われます、はい、それでもビッグマックの需要の強さは、まあ、好み嗜好ですとか競合商品の違いによりまして、まあ、価格が大きく、まあ、違うことになります、はあ、単純比較はできません、はい、例えば、まあ、銀座のコーヒーと私の地元の埼玉の同じコーヒーの価格が、まあ、大きく違うということと同じです、はあ、はい、まあ、銀座はまあ地価が高いからコーヒーも高いというのはこう逆立ちの理論でして、はい、まあ、銀座ではコーヒーの需要と供給がその価格で釣り合って大きな利益が出せるので、まあ、地価が高い、というのが、まあ、経済学としてのまあ正解のまあ考え方です、はい、ということは、まあ、安い牛丼と競合しているから日本のビッグマックが安いのかもしれず、まあ、多くのエコノミストはこのビッグマック指数を、まあ、為替の予想の参考にはしていません、はい、まあ、総合的な購買力の指標を使ったこうレートでさえ、まあ、実勢とは長く乖離することがあることも知られています、はい、まあ、ライバルの存在も大きいですもんね、はいはい、で円安で増えるはずの輸出も伸び悩んでいるという話もあります。去年はコロナ禍前の19年に比べて対ドルで20円ほど円安進みましたが、日本貿易振興機構ジェトロ
によると輸出数量 3% 減りました。輸出価格が上がった反面、輸入価格が上がった反面、輸出が伸びない結果、海外との貿易における国の稼ぎやすさを示す交易条件、95年4月と比べおよそ 48% 悪化しています。まあ、これは国内の富が国外に流出しやすい環境にあるということなんだそうですが、このあたりは相田さんいかがですか。はい、これまでの利上げの累積的な効果で、グローバルの景気は減速局面にあります。はい、まあ、中国経済の成長は、まあ、明らかに鈍化しています。まあ、円安がなければ日本の輸出はもっと落ち込んで、まあ、生産の鈍化で日本経済は、まあ、景気後退に陥っていたとみられます。はい、まあ、1985年のプラザ合意による、まあ、急激な、まあ、円高で、はい、まあ、日本企業の輸出競争力は、まあ、弱体化しました。まあ、240円から140円への変化はドル円の変化は40年程度の時間をかけて進行すべきところが、わずか1年で、まあ、進行した、まあ、異常な、まあ、円高でした。はい、まあ、今回のこの逆プラザ合意による円安は、まあ、ようやく適正水準まで、まあ、円安となったということで、まあ、日本の企業の輸出競争力が、まあ、著しく、まあ、強化されることで、まあ、資源価格の安定化とともに、まあ、逆に富は国内に流入し始めると思います。はい、そんな中、足元ではインフレ率がアメリカを上回り、企業賃上げに動き始めています。投資家からはインフレ下では人手不足も相まって企業生産性の向上に取り組まざるを得なくなる、日本企業の変革に期待する声が出始めています。まあ、物価と賃金上昇の好循環、まあ、これがうまくいけば投資者対象としての国内の魅力、これは高まると見ていいんでしょうか。そういうことですね。ただ賃金上昇のためには、1人当たりの生産性を上げなきゃいけない、すなわち投資が必要だと。まあ、この投資を促進する、まあ、岸田政権の新しい資本主義の、まあ、成長投資、まあ、グリーンですとかデジタル、まあ、人への投資、少子化対策、経済安全保障、まあ、こういうところには政府がしっかり投資をして、まあ、労働者1人当たりの、まあ、生産性が上がるようにすることが賃金上昇につながってきます。はいはい、まあ、いずれにしてもこの円の実力が下がっていてダメだっていう感じじゃないってことなんですね。はい、違います。追い風にしてほしいと思います。はい、むしろいい部分、これを生かしていくのがこのご時世だと。はいはい、これ負担は財政でしっかりカバーするということだと思います。そこも大事ですね。はい、はい、ニュース最前線でした。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。国の省エネ基準を満たさない新築住宅は来年1月から住宅ローン減税の対象外となるという、まあ、こういうニュースがあります。政府は省エネ性能が高い住宅のみを税優遇の対象とすることでこの普及を促す狙いです。住宅ローン減税は新築で13年間、中古で10年間、ローン残高の 0.7% 分の税金が控除される仕組みです。政府は住宅の脱炭素化に向け25年4月に全ての新築住宅について省エネ基準への適合を義務化します。そのため国の省エネ基準を満たさない新築住宅は来年1月から住宅ローン減税の対象外となるわけなんですが、この動きは相田さんどうご覧になりますか。はい、まあ、環境対策の、まあ、促進のためということはあるにしても、まあ、その負担を、まあ、家計に求めることは、間違っていると思います。はい、まあ、当然ながら、まあ、環境対策のための負担があるわけですから、その分は、まあ、しっかり補助金を出すべきだと思います。はい、この国の省エネ基準を満たさない新築住宅、2024年1月から、まあ、住宅ローン減税の対象外となるということですね。この今もお伝えした通りですね、 0.7% 分のこの税金が控除されるという、まあ、この仕組み、まあ、これはあの新築と中古では、それぞれ13年とか10年とか違うわけなんですけども、これ特にこの中古で、省エネ適合しない、ね、中古で買う場合だったら、はい、そのもしこの住宅ローン減税これしっかりとしてもらいたい場合には省エネを何らかしなきゃいけないということですね。そうですね、はい、そういうことですね。これ結構大変だなと思いますよね。具体的にはこれどういうものが入ってるかっていうのはちょっと手元ではわからないわけなんですが、住宅ローン減税ですね、まあ、現在この、環境性能が高いほど減税の対象になる借り入れ限度額も増える仕組みになっています。
ています。で 来年の1月以降は、まあ、この限度額が下がるものの、新築の場合は太陽光発電の設備などによってエネルギーの消費量を実質ゼロにするゼロエネルギーハウス、まあ、これが3500万円、省エネや耐震性能、まあ、地震に耐えるですね、などに優れる長期有料住宅は4500万円となります。で政府は住宅の脱炭素化に向けて25年4月にすべての新築住宅について省エネ基準への適合を義務化します。独立行政法人住宅金融支援機構、この住宅ローンフラット35、まあ、この新築住宅への融資は今年4月から省エネ基準に適合していなければ受けられなくなったと、まあ、こういうことなんですか。ということはこれ中古住宅だと太陽光の何かこうパネルをつければいいんでしょうかね、これね、うん、そうですね、そういうように読めますね、まあ、だからといって全部の家につけられるってわけじゃなくて、はい、ある程度のこの面積があったりだとか、あと南向いてるかどうかっていうね、そのあたりも1日のこの日射量がどうなってるのかとか、うん、おそらくそういうこともだってね、ただつけるだけでもしょうがないですもんね。そうですね、あんまり効果がないんであれば、はい、さあその住宅ローンなんですが、その3メガバンクなど大手銀行は、今月から適用する固定型のこの住宅ローン金利、これを引き上げると発表しました。日銀の金融緩和策のこの修正によって、長期金利が上昇しているためでして、長期金利に連動する10年固定型の基準金利、こちらを 0.10 から 0.20% に引き上げます。固定型の住宅ローン金利は各銀行が長期金利の動きを反映させて毎月見直しています。基準金利の平均は 3.65% と今年3月の 3.74% 以来半年ぶりの高水準となっています。住宅ローン金利が上がっている、まあ、この影響ですが、これは相田さんはどうご覧になりますか。はい、まあ、日銀が7月にイールドカーブコントロールという政策を柔軟化しました、はい、柔軟化したことによってこれまで国債の10年金利は、まあ、0.5% が上限でしたけれども、はい、まあ、現状は若干上がって0.6% 強まで上がってます、はい、まあ、結果として住宅ローン、まあ、金利も 0.1 から 0.2%、まあ、上昇ということになってます、はい、ただ現状は、まあ、賃金上昇が物価上昇に追いつかないということで、まあ、家計が、まだ景気回復を実感していないわけですから、はい、まあ、イールドカーブを、コントロールを完全に撤廃してしまうと、まあ、長期金利は 1% 程度まで、まあ、上昇して一気に上昇してしまう可能性があるので、はーはー、まだ日銀のイールドカーブコントロール撤廃というのは、はい、まあ、時期尚早だと思います。はい、でこの住宅ローン金利なんですが、全期間の固定型というのと、当初10年など一定期間の金利を固定する固定期間、選択型ですね、固定期間の選択型、全期間固定型、そして固定期間の選択型というこの2つ種類があります。あと半年ごとに金利を見直す変動型、主に3種類あるわけなんですね。で固定型は長期金利、変動型は短期金利に連動します。で銀行はこの前の月の 中期から下旬ですね、その中旬から下旬の長期金利をもとに、固定型のこの基準金利を決めて、個人の信用力に応じた、最優遇金利、これを設定するということです。でメガバンクでは三菱 UFJ 銀行が、10年固定の最優遇金利を前の月に比べて 0.1% 上昇の 0.88%、三井住友銀行が 0.2% 上昇の 1.09%、 みずほ銀行が 0.15% 上昇の 1.35% にそれぞれ引き上げました。他の大手行でも、三井住友信託銀行が 0.15% 上昇 1.3%、 りそな銀行 0.1% 上昇の 1.57% に設定したと、まあ、いうことなんですね。これ今後なんですが、相田さん、これいかがですか。
まあ、やはりまあ今後は、日銀がイールドカーブコントロールをいつ撤廃するのかというのはマーケットの注目ですけれども、はい、私は、まあ、撤廃はまだ先になると思ってますけれども、はい、まあ、撤廃が先に来た場合には、金利が上昇してしまって、はい、日本の景気を冷やしてしまうリスクがあると思います。それを冷やすということなんですね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、旧ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時9分になるところです。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻7時14分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。ニュースピックアップ、こちら朝日新聞、概算要求114兆円規模、過去最大の見通し。国の2024年度予算の編成に向け、各省がどの事業にいくら使いたいのかを示す概算要求が昨日出揃いました。要求総額は114兆円規模となり、2022年度の111兆円台を上回り、過去最大になる見通しです。社会保障費や防衛費の要求額が過去最大規模に増えたことが背景にあります。このほか過去の借金、国債の返済と利払い費である国債費は、前の年度の要求より1兆1538億円増の28兆1424億円。日本銀行の金融政策の修正で長期金利が上昇し、これを受けてですね、想定金利を2023年度当初予算の 1.1% から 1.5% に引き上げたため大きく膨らんだといいます。概算要求が過去最大となる見通しだということなんですが、相田さん、これはどうご覧になってますか？はい、全く足らない。足らない、うん、足らないと思います、はい、こう要求総額114兆円で、まあ、前年度の111兆円から3兆円程度の増加になってますが、その大部分が、まあ、国債費の、まあ、1兆円強の増加ですので、はい、まあ、岸田政権は、まあ、防衛予算、子ども予算、まあ、そして、まあ、成長投資を増やしていこうとするわけですから、はい、まあ、その差はあまりにも小さいというところで不十分な増額だと思います。はい、そして国債費が大きく膨らんだという、まあ、こういうことなんですが、相田さん、これはどう受け止めてますか？はい、まあ、これはまたの国債費の問題でして、はい、まあ、国債費が、まあ、28兆円、はい、で、まあ、概算要求が114兆円ですから、114兆円の歳出のうち28兆円が、まあ、過去の借金の、まあ、手当で、はい、消えてしまうので、これが28兆円もあるのかという話ですが、はい、まあ、国債費の中には、まあ、利払い費と、うん、まあ、過去の借金を返済するという債務償還費が入っています。はい、しかしこの国債費の中に過去の借金を返済するという債務償還費が入っているのは、はい、まあ、日本だけでして、はい、他国の予算であれば利払い費だけですから、まあ、国債費はこんな28兆円もないわけです。はい、まあ、数兆円という話でしょうから、まあ、そういうところで、まあ、国債、まあ、過去の借金に対する、まあ、不安をこうある意味で拡大してしまう、こう悪い見せ方だと思います。はい、まあ、ですから本来、まあ、例えばこれが外国だったらこんな28兆1424億 も、4億もないってことなんですね。です、はい、まあ、せいぜい数兆、まあ、一桁の兆円ですね。一桁、はい、利払い費だけ、はい、ということですものね。これ以前もですね、相田さんからお話受けましたけれども、なかなか動かないもんなんですね。動かないものですけれども、まあ、この国債償還費といってっていうのは、はい、まあ、国債整理基金というところにお金を移して、そこから、まあ、国債の返済に回っていくわけですけれども、実際この債務償還費は、まあ、実際に国債を、まあ、返して現金に、まあ、戻すというものではありませんよということは財務省も認めてます。はい、認めてます。はい、まあ、国債というのは一度発行したら、まあ、永遠にこう借り返していくということは前提で、はい、まあ、これを返していくという話では、まあ、ないということは、まあ、財務省も認めているので、まあ、じゃあなぜここの償還費をやってるのかという、まあ、これこれはただ単純に、まあ、財政政策に対する、まあ、規律を保つためだ。規律を保つ、はい、実際には償還してないにもかかわらず、
そういうシステムがあるのはやはりおかしくて、ここはちゃんとしっかり元に戻すべきだと思いますね。はい。この今回の概算要求ではですね、もう一つその政府の肝煎り政策として柔軟に対応するためあえて金額をこの明示しない事項要求も多かったといいます。読売新聞の集計では60件以上となる、あえて金額をこう示していない事項要求が60件以上となる見通しです。具体的には少子化対策では子ども家庭庁で児童手当の拡充、あと子ども誰でも通園制度、この創設、こういったものを盛り込んでいます。いずれも1000億円単位の予算が必要と見られています。この事項要求も多かったということなんですが、相田さん、これはどう受け止めればいいんですかね。はい、これは当然でして、今政府の方針では新しい資本主義の重要な政策には青天井で予算をつけることを可能にしましょうと、いう前提で動いています。ということはこの新しい資本主義で有効な支出は何なのかというのを見極めるのは当然この8月では時間が足らないわけですから、12月までしっかり考えて予算を作っていきましょうということですから、8月の段階で、予算が決まっていないということは当たり前だと思います。はい、今この朝日新聞を見ておりますが、ここの表になっているこの主な事項要求、何度も言いますけれども、あえてこの柔軟に対応するため金額を明示していないというの、これ数えただけでも15ぐらいありまして、子ども家庭庁ですとか法務省、経産省、財務省、気象庁、デジタル庁、こんなところが、この事項要求というのを出しているというのが、これが今回ですね。で、この事項要求について朝日新聞は、これまで例外的にしか認められなかった抜け道が常態化しつつあり、予算の効率性や透明性が失われかけない懸念がある、というようなこの指摘をしているんですけども、この考え方いかがですか。はい、抜け道という表現が出てきてしまうこと、それ自体が古い考え方にとらわれていると思います。これまでは歳出の厳しいキャップをして、どっか歳出を増やすんであればどっか歳出を減らしてください、または増税してくださいという原則で動いていたので、事項要求という歳出の増加があるということは抜け道であるという感じですが、形ですが、今はもうそういう歳出キャップは事実上機能してなくて、新しい資本主義の重要な政策であれば、青天井で予算をつけることを可能にしましょうという前提で動いているので、8月の段階で、事項要求が増えるというのは当たり前で、別に抜け道でも何でもないと、もう抜け道という考え方自体が古い考え方にとらわれているものだと思います。はい、ということは、これトータルで114兆円規模と言われてます。それプラス、この事項要求、この予算が通るんであればプラスアルファということになるんですね。ただ財務省が予算査定で削ってくる可能性もありますので、そこの駆け引きが12月まで続くと、12月に政府予算が出ますので、そこまで続くということだと思います。でもいずれにしてもこの114兆円じゃ足りませんよ、足りませんということですね。はい、理想はどのくらいなんですか。理想は1割ぐらい増やしてもいいと思いますね。1割ぐらい増やしてもいいくらいなんですね。続いてはこちら、読売新聞、概算要求、防衛費は初の7兆円超。2024年度予算の概算要求で防衛費が初めて7兆円を超えました。防衛省は厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、2023年度の当初予算からおよそ1兆円増となります。過去最大の7兆7385億を求めました。また防衛省の概算要求では、長期間戦える継戦能力、この強化を図るため弾薬の確保に9303億円計上しています。装備品を最大限の活用するため維持整備には2兆3515億円を要求。台湾有事も念頭に防衛力の抜本的な強化を図ります。イージスシステム搭載艦2隻の建造費として3797億円を計上。2027年度に1隻目、2028年度に2隻目の収益を目指します。そして中国などが開発を進める極超音速滑空兵器、これを迎撃する新型ミサイルの日米共同開発に750億円を盛り込みました。
概算要求で防衛費が初めて7兆円を超えましたが、相田さん、これはどういう感想をお持ちでしょう。はい、やはり軍事バランスを、しっかり、維持して、はい、中国や北朝鮮に、対外的な冒険に、出ることを、防ぐと、いうことは重要ですので、はい、しっかり防衛予算を、増やせたということは、岸田政権の一つの大きな成果だったと思います。はい、今相田さんご指摘の通り、軍事ってバランスなんですよね。はい、これが崩れるとっていうのはよくコメンテーターの他の方々も、おっしゃってますけれども、となれば、いや平和が一番です。はい、だけれどもこの抑止力という意味でもやはりこれは増やさざるを得ないという状況なんでしょうね。でこの防衛費の財源確保といえば、自民党がその政府が保有する NTT 株、この売却の議論というのを本格化させています。でこの NTT 株の売却、防衛費の財源確保が目的で、防衛増税を少しでも避ける狙いがあるとしています。自民党は昨日 NTT 法の在り方に関する検討プロジェクトチームの初会合を開いて、萩生田政調会長は NTT 株の売却収入をめぐり、情報通信の技術の研究や開発に充てるべきだとの声もあると、こういうふうに話しました。防衛財源以外にもこの使い道、使途拡大を探るといいます。 NTT株の売却、こちらは相田さんどういう印象をお持ちですか。はい、防衛費は、はい、GDP 比で、倍増させると、はい、いうことですので、恒常的に、歳出が増えるということになります。恒常的に歳出が増えるんであれば、恒常的な歳入を、しっかり保とうとするのが今の、政府の考え方ですけれども、この恒常的歳出に恒常的、必ず恒常的歳入を、持ってきましょうという考え方を持っているのは、日本だけだということです。はい、社会保障などの義務的な歳出に関しては、恒常的な歳入を求めますというのが一般的、世界的にも一般的ですけれども、予算で、変えることのできる、裁量的な、支出、これは防衛費も含みます。はい、こういうところに関しては、恒常的な歳入というのは当てないというのが普通です。それが普通なんですね。はい、ですから、この NTT の株を売却して防衛費の財源にしていきましょうという考え方は、基本的にグローバルな考え方ではないんですけれども、ただ増税、増税に向かわせないために、NTT 株を売却をして当てようというのは、その過渡的な、対策なんだと思います。はい、NTT 法というのがありまして、政府が3分の1以上保有するというこの義務が、ありまして、で、このNTT 法の廃止も含めてですね、検討を始めているといいます。でこの萩生田氏はですね、売却収入の使い道として小中学生に1人1台端末を配布する、こういった構想にも触れたと。情報通信に関わるこの教育人材育成にも有効に使えるのではないかと思っている、こういうふうにも語っているということですね。続いてはこちら、日経新聞、ガソリン電気補助 1.3 兆円。岸田総理が表明したガソリンと電気ガスの新たな価格抑制策に充てる財源の政府の試算が分かりました。ガソリン補助金などに計上済みの予算の使い残し、これを活用して今年末までに 1.3 兆円程度を補助すると見込んでいます。今年のですね、補助、この補正予算案の編成ですとか予備費、これは使わない見通しだと言います。ガソリンの補助金はこれまで、昨年度補正予算などで、合わせると 6.2 兆円ほどの予算を確保していて、8月いっぱいの時点で 2.6 兆円が残っていると言います。また電気ガス料金の補助は確保済みの予算が 3.1 兆円で、今月分まで補助すると 0.6 兆円が余る、6000億がの、余るという見通しになっています。で合わせて3.2 兆円ほどのこの既存予算が、使われずに残っているという、残る計算です。でそのためガソリンや電気などの補助を、今年末まで伸ばしても、この既存の予算で足りることになると、今年末までに 1.3 兆円程度を補助すると見込んでいるということなんですが、この規模感についてはいかがですか。足らないと思いますね。はい、どちらかというと既存の予算をで、なんとか賄える程度
の、まあ、規模がどのぐらいのかということから逆算してしまっている、はい、まあ、規模感じゃないかと、思います、はい。まあ、次の通常国会、臨時国会が、秋に開かれると思われますが、そこで、まあ、経済対策を打つまでのつなぎとしての措置でしょうけれども、まあ、経済対策ではしっかり、予算をついまして、はい、もっと大きな補助を、すべきだと思います。これでも今相田さんおっしゃったようにもっと大きな補助出てくるんですかね、まあ、出てきてほしいですけどね。そこは国民が声を上げるべきだと思います。そうですね、ここでね、はい、で今週のレギュラーガソリンの全国平均価格を見ると1リットル当たり 185.6 円、前の週から 1.9 円の価格上昇で15週連続の値上がりとなっています。岸田総理、今月末に期限を迎えるガソリンの補助金について、年末まで延長すると表明していて、10月中にレギュラーガソリンのこの販売価格が全国平均で1リットル当たり175円程度となるよう調整すると表明しています。この1リットル当たり175円程度というこの価格、相田さん、これはどう感じですか？これはまだ高いです、はい、高いと思います、やはりガソリン価格が急上昇した時には、まあ、ガソリン税を、まあ、25円、まあ、引くと、はい、トリガー条項がありますので、まあ、そのトリガー条項をしっかり、まあ、発動して下げれば160円台に行くと思いますので、はい、まあ、そこは、まあ、もっと、しっかり補助すべきだと思います、はい。でそんな中、8月29日鈴木財務大臣がこの今お話し出ましたトリガー条項についてガソリンの平均小売価格が3ヶ月160円を超えた場合に税を軽減するこの条項のことですが発動を見送ると述べています。で鈴木財務大臣、見送りの理由について発動終了時に大幅な価格変動が生じて発動前の買い控えや終了前の駆け込み流通や販売の現場に与える影響が大きいと、まあ、こういうふうに発言しまして、まあ、こうした課題は今も解決されていない、まあ、こういうふうに説明しました、まあ、これに対してですね SNS では怒りの声が上がっておりまして、国民をバカにしすぎ、例えば地方で明日からガソリンが下がるから今日出勤やめておこうなんてできると思う、ということとか、買い控えできるならしたいわ、日常で使わなきゃいけないから仕方なく給油しているだけだが買い理解の方法を教えてくれよと、トリガー条項が存在してるんだから発動するときに備えて課題を解決していくのが政治家や官僚の仕事でしょ、こういうあの意見が出ているということなんですが、はい、いかがですか改めて、まあ、やはり説明の仕方として25円ローマ、はい、トリガー条項発動しなくても同じ程度の効果が、あるぐらいの補助金を出しますよだったら分かるんですけれども、それがあの混乱が出るというような理由であれば、はい、まあ、国民の生活をどれだけ実感してないのかと、まあ、批判があっても仕方ないと思います。そうですね、はい、続いてはこちら、日経新聞、中国主要不動産債務超過リスク、中国の不動産開発会社に債務超過リスクが浮上しています。主要11社の6月いっぱいの開発用地、日本円でおよそ130兆円、単純計算でこの評価額がおよそ3割下落すると現在の資本は枯渇して債務超過に転落するといいます。中国政府は政策金利の引き下げや住宅購入規制の緩和などで住宅市場の活性化を狙います。また消費者は引き渡し不能を恐れて未完成物件の購入をためらうようになっていて政策効果は限られているといいます。不動産は関連産業の裾野が広く中国の GDP の3割程度を占めると言われます。中国の不動産不況が与えるこの影響ですが、相田さん、これはどうご覧になりますか？はい、まあ、不動産不況、中国の不動産不況深刻でして、まあ、不動産不況があることによって、まあ、経済の、まあ、信用ですとかマネー、まあ、こういうところは増えていかないと、そうするといくら金融緩和してもマネーが拡大できないので金融緩和が効かないと、はあはあ、そうすると、まあ、実際に、まあ、景気が良くならないので、不動産も不況から出せない、
そうするとまた景気が低迷してしまうというようなこう悪循環に陥っていますので、まあ、相当厳しい状況になっていると思います、はい、で中国の不動産不況が長期化する中、中国景況感を示す製造業購買担当者指数が8月は 49.7 だったと発表しました、まあ、先月から 0.4 ポイント改善はしたものの、高不況をこの公共あの高況か不況をですね、この判断する節目が50ですから5ヶ月連続で下回りました。で、習近平政権は景気下支えに動いてはいるものの、鈍化傾向から脱することができていません。輸出、不動産市況の低迷といった国内外のマイナス要因が中国経済の足を引っ張っているといいます。中国経済が日本化するなんて言葉を最近聞きますけれども、このあたりどうご覧になりますか。はい、日本化というのは2つの意味がありまして、はい、1つはやはり今の経済が縮小して、まあ、デフレに陥っていくという意味があります、はい、まあ、そういう意味では中国もそちらの方向に向かっていると思います、はい、2つ目、経済が低迷しても、まあ、政治社会に大きな不安がないかと、はーはー、まあ、こういう意味でも日本化というこう言われますけれども、まあ、1つ大きな、まあ、支えとなったのは、不十分にしても日本は社会保障があるということです、はい、まあ、中国は、社会保障これ、まあ、内閣不十分ですので、不十分なんですね、まあ、実際経済が大きく低迷したときに、日本と同じように、まあ、政治、まあ、社会の不安を、拡大せずに、まあ、なんとかいけるかっていうのは大きなリスクがあると思います、ここは一つ注目点なんですね、はい、時刻7時34分です。時刻7時35分です。今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです。読売新聞から、今年の飲食料品の値上げ9月末までで2万6490品目に上り、去年1年分の2万5768品目を上回る見通しです。民間調査会社の帝国データバンクが昨日発表したものです。帝国データバンクの集計によると、9月に値上げが予定されている飲食料品2067品目、だし製品などの調味料が1257品目と最多で、ハムなどの加工食品、菓子の値上げも目立ちます。9月単月のこの値上げの数はですね、前の年2920品目を下回ってはいるものの、去年来のこの原材料高を背景とする値上げが続いています。また日経新聞は、今週月曜の朝刊で食品日用品の値上げペースが鈍化してきたと報じています。日経新聞が主要メーカー337社を対象に調査したところ、今年7月から来年6月の1年間に検討中も含めて 62% の企業が値上げする方針です。4月の前回の調査は 75% だったので13ポイント減りました。原料高が一服して価格転嫁もこれを進んできたためだと言います、まあ、食品の値上げの現状ですが、相田さん、これはどうご覧になりますか。はい、これまで値上げが、まあ、大きく進んできて、まあ、家計は苦しいながらも耐えてきました、はい、しかし家計の購買力、まあ、賃金が、しっかり上昇してないということで、まあ、家計の購買力が落ちてますので、はい、値上げをすると今度、まあ、購入数量が一気に落ちてしまう、または、値上げをしなかったところに、はい、需要が移ってしまうというような動きが出てくると思いますので、まあ、結果としてこの食品日用品の値上げペースがもう鈍化してきたということになっているんだと思います、はい、まあ、そうなりますとやはりまあ物価上昇率がやはり今ピークでして、まあ、今後まあ低下をしていって 2% の日銀の物価目標を一時的に下回るという状況に、まあ来年末ぐらいまでにはまあ到達すると思います。はい、続いては朝日新聞ですね。日本銀行の中村審議委員が昨日岐阜市で講演し、日銀が掲げる物価上昇率 2% の目標達成について確信を持てる状況には至っていないと話しました。中村審議委員は講演で、デフレマインドの払拭には至っていないとし、賃上げが続くかは見通せないとしました。特に中小企業について賃上げ原資の確保につながる
稼ぐ力の強化の進捗、なお不透明な状況だとして、物価目標の達成に確信を持てる状況には至っていないとしました。物価上昇率 2% の目標達成に関する中村審議員の見方ですが、相田さん、これはどうでしょう。はい、私は中村審議員の見方に賛成です。賃上げ原資の確保につながる稼ぐ力の強化の進捗は不透明だ、まさしくその通りでして、企業の稼ぐ力を引き上げるには需要を拡大する、さらに投資が拡大する、これが必要ですけれども、需要の拡大も投資の拡大もまだ不十分ですので、緩和の継続は必要だと思います。はい、一方、前日に北海道で会見した田村審議員は、実現がはっきりと視界に捉えられる状況になったと話しました。田村審議員は企業の値上げに対する姿勢がデフレ期から変化したとした上で、原材料価格の転嫁から運送料や光熱費、さらには人件費の転嫁へと広がりを見せてきていると話しました。その上で、目標の達成がはっきりと視界に捉えられる状況になったとしています。さらに田村審議員は、目標達成を判断できる時期として、賃上げ、物価のデータがさらに集まる来年1月から3月頃を挙げています。この田村審議員の見方、これはどうでしょう。私は反対でして、田村審議員のロジックは、現状日銀が、金利を抑制することによって、債券市場の機能が不全になっていると、取引があまりうまくいかないと、といった債券市場の機能が不全だと、金利のあり方がある水準がわからないので、それが企業の投資を抑制する理由になっているんだと。ですから、日銀が緩和をやめて債券市場の機能を強化すれば、企業は資金調達に対する不安がなくなって投資をするんだというロジックですけれども、今需要が足らないので、そんなことをやっても企業の投資は増えないと思います。逆にそうして、日銀が拙速に利上げをしてしまえば、日本はまたデフレに戻ってしまう、賃金もまた下落してしまうという、ことになると思います。もっともっと需要をというところなんですね。はい、時刻7時41分です。この後は武田鉄矢、今朝の三枚おろしです。今朝のコメンテーターは、クレディアグリコル証券チーフエコノミスト、相田拓司さんです。30年以上に発生の恐れがある、30年以内にですね、発生の恐れがある南海トラフ地震、津波被害が予想されている地域のうち、東海から九州の187の市町村では、およそ3分の1の58の市町村が、2050年に浸水エリア内の住民の高齢化が 50% 以上になる見通しであることが、読売新聞の調査で分かりました。限界集落なんて呼ぶところ、人口の5割以上が65歳以上、高齢者になるという、こういうことを限界集落と言いますが、住民同士のこの避難支援、これがですね、難しくなる恐れがあるわけです。で、津波浸水エリアの高齢化、中長期的に浸水エリアの住民を高台などの安全な地域に誘導していく必要がある、こういう声もあるんですが、これもなかなか難しいですよね。現実はですね、やはり災害に強い構造にしていくという国土強靭化の投資は、やはり拡大していかなければいけないですし、防災に関してはハザードマップがしっかりあって、これハザードマップの危険地帯を、地域を確認しましょうという呼びかけありますけれども、やはりこのハザードマップの危険地域を減らしていく投資というのも重要だと思います。そうですね、ですから、この若いうちだったらね、まだその避難っていうものにこの体もついていくんですけれども、高齢者が増えるとお互いのこの救援も救出も難しいとなった。だったら、あらかじめこのね、被害のないところに住んでもらえばいいじゃないかってアイデアはありますけど、でもずっと昔から住んでた場所に、いやいやそれはっていう方だって多いですものね。このあたり難しいところ。一方、首都直下地震に関してはですね、政府が来年度被害想定をおよそ10年ぶりに見直す方針を決めました。人的建物被害の大半を占める大規模火災対策ですとか、急増するタワーマンション対策、重点的に検討します。内閣府は関連予算を来年度の概算要求に盛り
り込んで1年間かけて被害想定とこの対策基本計画というのをまとめる見通しです。政府は2013年首都中枢機能への影響が大きい都心南部の直下地震、まあ、これいくつも直下の首都直下地震といってもパターンが別々に考えられてますから、この都心南部直下地震による被害想定を公表しました。で、都心はですね、最大震度7の揺れに見舞われて死者はおよそ2万3000人、うち火災が1万6000人となってますね。で、全壊全焼はおよそ61万棟、経済被害は95兆円に達する、まあ、こういう試算があります。まあ、ただ東京都の住宅耐震化率 92% まで向上していて、被害規模は一定程度縮小する見通しだと。で、一方でこの首都圏の例の木密ですね、木造住宅の密集地域の解消、これが遅れていまして、火災対策が課題の一つとなっています。また急増したタワーマンションめぐっても高層階に取り残される住民らへの取り組み、こちらが急務となっていると言われています。こちらお聞きになっていかがですか、相田さん。はい、やはり残された問題ですとか、まあ、新しく発生する問題もありまして、はい、まあ、防災対策というのは非常に難しいということだと思います。非常に難しいからこそ予算をしっかりつけて、まあ、対策を進めていかなければいけないと。そうですね。まあ、予算をしっかりつけたところにはやはりこう、まあ、ビジネスがしっかり発生をしたり、はい、まあ、問題解決策も出てきますので、まあ、予算はしっかりけしらずにつけてもらいたいと思います。はい、そしてこの首都直下地震発生の時ですね、1都3県の災害拠点病院の6割で受け入れ可能な患者数が平時を下回ることが日経新聞の調べで分かりました。発災6時間以内に集まれる医師の数ですね、通常の3割強にとどまることも分かっています。医療の広域連携の強化、まあ、これも大事なの、これでも分かりますね。そうですね、大事ですね。はい、まあ、いずれにしても起きてほしくはないんですけれども、やはり準備だけはしておかなくてはいけない、ね、はい、いつ来るか分かりませんからね。はい、相田さん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また来週です。今日もいい一日になりますように。